60円。単勝、複勝、ワイドについては場内テレビでご案内いたしております。収まります。スタートしました。マイルチャンピオンシップナンバーハイのスタートです。レモンポップコースタート、レモンポップコースタート、内から上がっていきます。さあ、ひろし君が外に並んでおりまして、さらに外目から上がっていきますのが北の竜王です。この辺りは固まった状態となっております。先頭はレモンポップ、ひろし君が2番手、内を進んで2番のビッグファイヤーの行為、外からペプチロナイドが行く。ペプチドナイルがさあ外からかぶしていきますがどうか。1番のレモンポップ、ペプチドナイル、2頭が並んだ状態となっています。その後ろ、サヨノネイチは3番手、5番のヒロシ君、2番ミックファイヤー、2馬身切れまして 1000m 通過、内を進んで北の竜王が追走しております。外からは上がってまいりましたのがこの辺り10番の大神ピスケス、2馬身後ろには北のビジョン、内にアラジンバローズ、さらに3番タカノビューティーで800の標識を通過していきました。3番ぐらいはその後ろ、あとはボートライ、内を進んでゲンパチプライド、外にマイネルアストリア、そして Z セントラル、過去は600を通過、3、4コーナー中間線に入ります。先頭は1番のレモンポップ、2番手ぴったりマーク、14番のペプチロナイルです。さあ2頭並んで2馬身後ろ3番手のポジションにサヨノネイチア、400を切りました。内を進んでおりますのがビッグファイヤー、内からビッグファイヤー、4コーナーから直線構成、先頭レモンポップ、レモンポップリード1馬身、2番手ペプチロナイル、2番手ペプチロナイル、200の標識を通過、3番手2番のビッグファイヤーですが大きく離された状態です。先頭1番のレモンポップ、レモンポップ、ペプチロナイル、レモンポップ、ペプチドナイル、レモンポップだ、レモンポップだ、レモンポップ降臨。
負けないとは思ってたんですけど、はい、このまま走りできれば大丈夫かなとは思ってましたし、はい、強かったです。6月の埼玉以外のレースということになりましたけど、ここまでの調整ですとか今日の馬の状態はどのように感じてたんでしょうか？はい、1周の秋は全然問題なかったんですけど、最初追い切りでちょっと遅れてしまって、田中平先生70点っておっしゃってたんですけど、70点なら勝てるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、無事に勝てました。レースの方も、ね、今日スタートは、1枠ということだったんですけど、らしくいきましたか？そうですね、はい、逃げたら逃げようかなと思いましたし、もう相手は普通のライドだと思ってたので、はい、先手を取りました。レースは終始こうペプチドナイルからプレッシャーをかけられるような、流れになったのではないかなと思いますけど、このあたりどう感じていましたか？もちろん、はい、プレッシャーありましたし、去年と同じ感じで4コーナーで引き離しにかかったんですけど、なかなか離せなくて結構苦しいレースになりました。ただゴール前、どういう気持ちでいたか改めて教えていただけますか？はい、なんとかしないでくれっていうところで、危ないギリギリだなって感じでした、ゴールの、はい。ゴール後には、ウィニングラン、向こう上面から、ね、ゆっくりこうこちらに向かってファンの皆様に拳を上げておりましたが、その時のファンの皆さんから歓声もたくさんいただきましたが、どういう気持ちだったでしょうか？はい、最高の気分でしたね。去年も同じように勝たせていただいて、1年ぶりにただいまという感じでみんなに挨拶しました。ありがとうございます。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今日なんとか無事に勝つことができました。まだ僕はこのままで日本では負けてないですし、このままで乗るときは毎回勝つと思って、勝つために乗ってますし、また、モンポップの応援よろしくお願いします。それでは引き続き表彰の方に移らせていただきます。中小競争農林水産大臣賞典第37回マイルチャンピオンシップダンプ杯の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬レモンポップ号の関係者の皆様をご紹介いたします。馬主ゴドルフィン様、調教師田中博康様、騎手酒井雄生様、厩務員田畑誠様でございます。はじめに南部杯の授与でございます。南部家第46代ご当主南部利文様より馬主に対しまして優勝盾が贈られます。それでは馬主ゴドルフィン様に贈られます。おめでとうございます。続きまして農林水産大臣賞の授与でございます。農林水産省畜産局競馬監督課首席競馬監督官西村博明様より馬主に対しまして賞状およびメダルが贈られます。それでは賞状でございます。おめでとうございます。
推定メダルが贈られます。おめでとうございます。メダルでございます。続きまして日本中央競馬会理事長賞の授与です。日本中央競馬会副理事長山口秀明様より馬主に対しまして賞状および金牌が贈られます。それでは賞状でございます。おめでとうございます。続いて金牌でございます。おめでとうございます。続きまして日本馬主協会連合会長奨励賞の授与でございます。日本馬主協会連合会障害事故防止委員会委員長青山陽一様より馬主に対しまして賞状および純金製ペンダントが贈られます。賞状でございます。おめでとうございます。純金製ペンダントでございます。おめでとうございます。続きまして日本地方競馬馬主振興協会会長賞の授与です。日本地方競馬馬主振興協会理事岩渕道義様より馬主に対しまして賞状及び商品券が贈られます。賞状でございます。おめでとうございます。商品券も贈られます。おめでとうございます。続きまして岩手県馬主会会長賞の授与です。一般社団法人岩手県馬主会副会長岩渕道義様より馬主に対しまして商品券が贈られます。おめでとうございます。続きまして地方競馬全国協会理事長賞の授与です。地方競馬全国協会副理事長吉田誠様より馬主に対しまして賞状とクリスタルトロフィー並びに馬事畜産振興協議会提供の地域畜産物が贈られます。クリスタルトロフィー、そして地域畜産物でございます。おめでとうございます。続きまして調教師中心に賞状と記念品が贈られます。調教師様に贈られます。続いて騎手坂井理生様に贈られます。おめでとうございます。騎手田畑誠様です。おめでとうございます。続きまして全国公営競馬主催者協議会会長賞の授与です。全国公営競馬主催者協議会常任理事鈴木元義様より馬主に対しまして賞状及びカタログギフトが贈られます。賞状でございます。続いてカタログギフトが贈られます。おめでとうございます。続きまして岩手県知事賞の授与です。岩手県知事勝田拓也様より馬主に対しまして優勝カップが贈られます。それでは優勝カップが贈られます。おめでとうございます。続きまして開催室委員長賞の授与でございます。浅沼開催室委員長より優勝馬関係者に対しまして記念品が贈られます。それでは馬主ゴドルフィン様、おめでとうございます。田中秀樹調教師です。おめでとうございます。坂井流星騎手に贈られます。おめでとうございます。田中秀樹様でございます。おめでとうございます。最後に一般社団法人岩手県馬主会副会長岩渕一義様より優勝は関係者に対しまして花束が贈られます。馬主ゴドルフィン様、花束が贈られます。おめでとうございます。田中秀樹調教師に贈られます。おめでとうございます。坂井流星騎手です。
おめでとうございます。田端誠と球員に贈られます。おめでとうございます。本日は多くのファンの皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。レモンポップの関係者の皆様に今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。以上を差し切りの招集を終了いたします。誠におめでとうございました。Thank you.